いくらだった？T シャツ、ズボンがとりあえず7。7？ はい。1枚買った。1枚、うん。で、しかもこれはだいぶ、いい生地で。ちょっと見てもらって。値段的に言ったら、そんな負け入れてないと思うんですけど、生地いいんですよ、めちゃめちゃ。うん、なかなかいいです。これ7とか。俺が、これ今履いてる同じ。はい。同じ生地ですね。うん、で、これ負けました、正直。3ドル。で、次の店で、普通に、2ドル、ちょ弱気で、2ドルでやってくれって言ったら、オッケーって言われて、2ドル。そう、2ドルでいける。2ドルですよね。そう。これやられたんすか、T シャツ。いや、いいのよ。それでもさ、日本にしたら300円ぐらいじゃん。まあ、そうだから、その、あとはこの、さっきみたいに値引き用の、やりとりを楽しめば、やだやだ疲れる。あのカロリー消費するのがもう嫌だ。それが面白い。そのやりとりが面白いじゃん。サングラス買ったの？5ドルでチップ1ドルです。ありがとうございます。そうよ、いや2ドルで買えてもいいじゃん。その2ドルにする、3ドルにするのやりとりが面白いんだからさ。ちょっと僕は帰りは YouTube の撮影したいんで、ちょっと僕枠切って、ああいいよいいよ、俺ちょっとあの枠切るんで、太郎さんの方に移動してもらって、みんなに電波悪いところとかは YouTube の方でアップして見てもらうようにしますんで、そう楽しみに、はい、ほな、移動してください。俺太郎さんと一緒にいますんで、そうだ、お願いします。で、ワン太郎どこ行ったの？ワン太郎まだ買い物してる。え、まだ買い物してるんですか？フワッチやってんの？いや、キャスです。でも電波あれですよ。ふわちはもっとダメだ。ダメじゃないかな。あ、つか、25度ぐらい。大体。24度とか25度ぐらい。もうさ、俺さ、ついててさ、リメンバーユーとかだって、覚えてるよ、あなたのことだからさ、さっきのお母ちゃんいたじゃん。はいはい。あのお母ちゃんなんかめちゃくちゃ覚えてるから、もう値切り交渉がして、もっともうすごい短い期間。ああ、そういうことか。分かってるんだよ。分かってる。僕やっぱ一番奥のお姉ちゃんが、一番値段安くしてくれやすかったんですね。やかましなかったし。やかましいのが面白いんだよ。いやもうあいつだ。はいとか言われる。あ、そうそう。てめえ。そう。あのね。てめえ。これでしょ。もう見たことあるから。俺心の中で店員さんみんな便所太郎のこと見たことあるから。おいって呼んでる。ひどくない？おやじ、てめえ。てめえとか。おいとか言われる。よし。靴俺履き替えたいんだよね。ズボン履き替えたいです。日本から履いてきた。これ今ズボン履き替えた。ビシミラルマスに行き当たりに。これを脱ぎました。脱いで。今日買ったグッチのサンダル。これバファリンとお揃いだから。そうです。サンダルはこれ2つで14だよね。じゃあ1つ7ドルだから770円ぐらい。安くない？日本に持って帰んないよ。セブンのやつだから普通に履くの。履いて後ろ後ろ逆ポケット前。こっちで2週間生活する間履くやつ。あ、めっちゃ可愛いこれ。そういいじゃん。ねえ、でもね、自分で使う分には怒られないよ。怒られないけど、その販売目的とかでね、まああれ YouTuber 配信者一人も。でもたまにいますよね、ほんまに YouTube。うん、YouTube ライブやってる人とかいるからね。まあまたリスナーさんのお土産とか。嫁太郎のお土産は別の日に買おう。日本からね、10時間ぐらい着いたよ。朝10時出発の飛行機乗ってこっちに日本時間の夜10時頃着いたから10時間乗り換えで疲れたよ。
前にして服をすればいい。バファリンはさ、バファリンはね、あの飛行機の中でビールこぼすし。あいつ万太郎ね、俺がビールこぼした瞬間に、あ、バンさんちょっと待って待って、カシャ。いいね。さっきナプキンやろ。頭おかしい。旅あそんなやつと2週間一緒におらなあかん。いやみんなそうだよ、俺もワンタラもそんな感じよ。マハリンが犬に噛まれてもちょっと待って、それはそのままでいけって俺動画撮る。痛がってね。はいオッケーみたいな。ガムをつけられたの。ガムつけ1時間寝てたらパッと起きたらここにガムついてるから。俺も寝ぼけてて、あ俺こう寝坊悪いんで、自分のガムがあのここについたんやと思ってそのまま捨てたんですよ。よう考えたら俺ガム食べてない。めっちゃ楽。楽だよ。いいっすね。でも日本でも俺これ履いてるんですよ。全然いい。先俺たち、あ、いいっすね、うん、なあ、飯食い行こうぜ。万太郎たちなんか買い物してんだろ。来ちゃったんだろ、来ちゃったんだろ。飯でもないんだよ、今行くところは。どちらかというとタイ料理とかベトナム料理。乾杯はチョルモイだよ、チョルモイ。覚えてね。チョルモイね、KP のことはね。そう、ピチャットのとこ集合って言っといて、ワンタロに。ナイトマーケット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 ナイトマー
ゆっこちゃんかじゅラブハイタウン、ここでね、こっちゃんやってる。今からご飯行く。さっきの通ってきたとこどこですか。ゆっこちゃんかじゅラブハイタウン、さっき通ってたとこがパブストリート。何、パブストリート。パブストリート、うん。おっと、ここは俺がふわっち橋って名付けてるからね。ふわっち橋見て綺麗でしょ。あの橋がネオンでね、水祭りは明日やるんだよね。ほらこの川はいつもね、こうやってネオンでねキラキラしてる。水かけ祭りとはまた別物なんだね。うん、綺麗よ、ふわっち橋。なんでふわっち橋かっていうと、ほらほら、あそこでね、あの小じきがお金をね、花火ください、花火くださいって言うでしょ。花火ください、花火くださいって。だから、あのこの橋はふわっち橋で。ね。綺麗だね。まあ、あそこもほら、花火ください、花火くださいって言って、歌ってな。そう、ホームレスの人たちだね。それをここの橋のことを俺はあのふわっち橋って言うんですか、ね、うん、明日お祭りだからこういうの売ってるね。こういうの明日お祭りで、ほらあれを流すのよ。明日水祭りだからろうそくに火をつけたやつをああやって流す。灯籠流しみたいにね。あれは橋で歌ってみる人は何を。あれはあの俺がふわっち橋って名付けたんですよ、はい、橋に小敷がいて観光客にお金くださいってやってるんですよ。あ、なるほど、はい、あれ商売の一つになってる。そういうことです、そういうことです。
はい、バファリン、はい、なんかおごったようか、えごちそうしたようか、なんか食べる食べる、なんか食べる、もういらない、さっきも食べたような気がする、あさっき食べた、さっき食べた、さっきサソリ食べた、食べたよ俺、食べた食べた、じゃあやめとこうか、そうサソリとかね、クモとかでね、このね、今から通るとこパブストリートって言うんだけど、もうねお祭りじゃなくてもいつもね賑やかだよ、見せるけどね、こんな感じパブストリートっていうね、こっからパブストリートですね、そう、あの東南アジア信号ほとんどないんで、はい、引かれないようにしないとね、そう、え？トゥクトゥク？トゥクトゥクおじさんがね呼びかけてくるんですよ、大体ハロートゥクトゥクっつってね、トゥクトゥク乗らないのっつって、これはまあ観光客がまあお買い物したりとかするとことか、お酒飲んだりするとこなんだけど、この辺のねパブストリートのレストランはやっぱ高級店なんだよね、高級店、ちょっとお高いのよ、だから俺たちは高級店じゃなくて激安店に行きます、ね、ブンブンしませんよ、ブンブンは、ブンブンっていうのはねセックスの方ですね、ブンブンっていうのはね、すごい人だね、もうほとんど中国人、韓国人、ヨーロッパ、日本人少ないんだよね、まあそうだね、日本でいうと渋谷センター街だかな、うん、あれバファリンいる、あバファリンいるね、 OK、うん、よいしょ、こういう屋台のものは結構危ないですか、いやもうさっきそこのシェイク食ったよ、食べた、飲んだ飲んだ大丈夫、あの下痢を恐れてたらダメよ、下痢、うん、がデフォだからね、お高いっつって、だからやっぱね、レストランによってはね、日本で東京で食べると変わんない店もあるからね、だからこういうとこはちょっと高いんですよ、こういうとこはちょっとね高いんですよ、こういうバーベキュー屋さんとかね、ほら美味しそうでしょ、バーベキューやってる、バーベキュー魚とか肉でもね、英語もね通じるけど、そう、観光客向けだよ、あそこがねちょっと電波悪いかもしれない、あの今ねあそこがお祭りでね踊ったりしてんの、あの辺ウッドベース、イートルウッドベースベースか、うわ電波悪い、電波悪いな。